おはようございます。もしもです。今回はサンリオコラボがもうそろそろ終わってしまうということで、まだやってなかった交換所解説、こちらをしていこうかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでこちらのモンスター交換所なんですけど、今回はキャラ数が10体と非常に多いですよね。交換どうしよっかなって悩んでる人はよかったら最後まで見ていってください。今回も S ランクからいきます。まずはこちら S ランク1体目というわけで、闇の大魔女ハローキティ、ベロアキティですね。このキャラクター何が強いのってことなんですけど、リーダースキルで卵ドロップ率上昇。これを持ちつつ、なんと超覚醒込みで暖房が3つにできると。実装から結構経ったんですけど、未だに唯一無二の性能をしてますね。なのでガンコラとか、まあ、その辺のポチポチ周回でめちゃめちゃ使えるリーダーになってます。普通のベロアも一応リーダースキル的には卵ドロップ率上昇なんですけど、あっちは暖房が1なんでね、どうせ使うならこっちの方が絶対にいいです。でさらにはスキルターンも3ターンと非常に短いので、これの上に何かブレスのスキルも乗せやすいし、このキャラクターはポチポチ周回でめちゃくちゃお世話になってます。前の必要確保数解説でも言ったと思うんですけど、このキャラクターに関しては2体取っておいてほしいです。まあ、余裕があれば3体目って感じかな。やっぱりね、連戦機能を使いたいんでね、周回速度をせっかく上げるんだったら、まあいっそのこと連戦して効率も上げちゃおうと。進化後も一応あるんですけど、こっちの形態はマジで使いません。なんで進化前ですね、こちらの携帯で運用したいかどうかで交換するかどうかを検討してみてください。それに通ずる形で S ランク2体目はこちら。新しく新キャラで暖房4つのキャラクターが出て、ゼラキティの価値が下がったかなとか、そういうね話もあると思うんですけど、まあ、個人的には現状は少なくともあんまり変わらないと思ってます。結局暖房って17詰めれば大体なんとかなるんで、そんなに編成は変わらないと思います。なので相変わらず使われていくんじゃないかな。まあ、そもそも引けないと意味がないしね。なのでさっきのベロアキティと同様、ポチポチ周回をやりたいなってした3体から4体、新フェス限引けたよってしたらまあ2体かな。まあこんな感じの加工数を目安に交換してみてください。周回全然やらないよってしたらゼロ対象時でも全然大丈夫です。まあこの進化後に関してもさっきのベロアキティと一緒でほとんど使うことはありません。さあ S ランク最後はこちら、アルジェキティというわけで、今めちゃくちゃ猛威を振るってる多色最強クラスのリーダーです。まあなんといっても1段階変身でリーダースキルで回復をね、組まなくても回復してくれるっていう、かなり扱いやすいリーダースキル持ってますよね。さらにはスキルで無効貫通ができるんで、無効持ちの敵に対しても結構簡単に突破することができると。ガードブレイク持ってるのも非常にいいですよね。なんで多色で言うと現状最強クラスのリーダーであることは間違いないと思います。こちらのアルジェキティに関しては、1体目取ったけど2体目どうしよっかなって悩んでる人はもう2体目も絶対に取っておいてほしいです。3体目は弾の数にもよるんですけど、個人的にはいらないかな。俺も今回は2体で止めておこうと思います。超重力はちょっと厳しいと思うんですけど、超重力以外のダンジョンであればほぼ全てをこちらのアルジェキティで完封できると。なんでそれこそ裏ゼロ次元とか裏多次元とか、この辺まだクリアしてないよって人にも結構おすすめです。まあ、ただ交換所のキャラクターはどのキャラにも言えることなんですけど、武器形態がないんでね、本体が死んだら倉庫マンになってしまうと。今後ねどんどん超重力のダンジョン増えていくと思うんで、そうなってくるとあれちょっと使用の頻度は減ってきたかなみたいな。まあでもそれはね、基本的にはどのリーダーにも言えることなんで、そこまで気にする必要はないと思います。また強いて言えば潜在が6枠っていうのがちょっと惜しいなっていう、まあ、そんな感じはしますけど、十分強いリーダーだと思います。というわけで S ランク最後のキャラクターはアルジェキティでした。 A ランクは1体のみです。こちらのノルザキティです。こちらのキャラクターも変身キャラになっていて、上限解放がないのがちょっと残念なんですけど、スキル内容非常に強いですね。4体並べてループ、もしくは2体プラス Z で実質ループみたいな、そういった編成が主流になってくると思います。それこそ百式とか、こいつを使えば結構お手軽に周回ができるんで、そういったダンジョン快適に周回したいなって人はマックス4体までの交換をお勧めします。火力が非変身のキャラに比べて出ないっていうのありますけど、結構気楽に使えちゃうキャラクターなんで、本家のノルザ使わないですけど、こちらのノルザキティに関しては全然使用の機会は多いと思います。まあ、ただ絶対ノルザキティじゃないと周回できないぞってダンジョンがあるわけでもないんで、そこは自分のボックスと相談して何体ぐらい取ろうかなっていうのを検討してみてください。さっき挙げた3体に比べると若干優先度下がるかなって感じなんですけど、個人的にはこのキャラクターも結構交換おすすめです。続いて B ランクいきましょう。 B ランク1体目はこちら、ファスカキティですね。こちらのキャラクターは変身前に76のリーダースキルを持っていて、変身するとこんな感じ。スキルが非常に汎用性が高くて強いですよね。覚醒スキルに十字を持っているところも高評価ポイントです。まあリーダースキルもね結構面白いんですけど、そんなに使う機会としては多くないかな。まあなんか無難に優秀なキャラって感じがしますよね。まあただファスカキティいなかったらいなかったで別のキャラクターで全然代用できると思うんでね、確保必須とまではいかないかな。まあ引けたらラッキーぐらいで、交換の優先度としてはそんなに高くはないです。続いて B ランク2体目はこちら、ネレキティですね。こちらのキャラクターもリーダースキルは76で変身するとこんな感じ。覚醒が 10C4 つっていうね、めちゃめちゃシンプル
プルなんですけど個人的にはかなり好きです。リーダースキルも式神と相性が良くて、式神のスキルを打てば36倍の4コンボ加算が確定すると。スキル内容にしても結構軽くていい内容を持ってるんでね、サブに式神を入れた周回遠征で今後も活躍してくれると思います。まあ、ただこちらのキャラクターもさっきのファスカと一緒で、いなかったらいなかったら別のキャラクターでも大丈夫だと思うんで、無理に交換するほどではないかなっていう感じですね。まあ、どちらかといえば攻略というよりは周回のキャラクターなんで、式神を使って周回していきたいなって人は検討してみてください。 C ランクは残りの4体です。まずは1体目マドゥーキティ、まあ、こちらのキャラクターは進化前というよりもこちら進化後のウィッチマドゥーキティですね。まあ、これがね結構シバドラと相性がいいんで、まあ使われるかなっていう。まあ、ただ相性がいいとは言っても、この今回の特化型の周回じゃない限りはあんまり使わないと思うんでね、ゼロ所持でも全然問題はないと思います。もうどうしてもシバドラと相性のいいリーダーがいないよっていう人はまあとってもいいかもしんないですけど、そんなにおすすめはできないかな。2体目はレムーキティですね。まあ、レムーキティもね結構リーダースキル癖強いから、俺はあんまり使いたいとは思わないですね。まあ、スキルもルーレットを3ターン作ってくれるのはいいんだけど、操作時間が伸びなかったり、ちょっとやっぱり扱いが難しそうだなっていう印象があります。別にいらないと思いますね。まあ、リーチェキティに関してもね、意外と進化後の性能悪くないんですけど、悪くないぐらいで別に使いたいとはならないかな。スキル内容結構面白いんで欲しいなって思うことはあるかもしんないですけど、このキャラじゃないといけないってことはほぼほぼないと思うんで、そういった意味でも別にいなくてもいいんじゃないかなと思ってます。そして交換所ラスト、サレーネキティなんですけど、こちらのキャラクターもまあリーダースキルがね結構面白いもの持ってるんで使えないことはないんですけど、ぶっちゃけもう使わないかな。俺も昔はこのキャラクターを使って裏シラみたいな動画出したんですけど、今両サレでいけるしね、まあ、正直現状はパッとしないですね。で、究極進化の方に関しても極変の周回で使えるんですけど、式神とかカイラとかそっちの方がいいんでね、わざわざこのキャラを詰めてみたいなことはあんまりしないかな。まあ、こちらのキャラクターも別に持ってなくてもいいと思います。以上交換所解説でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結構悩んでる人が多いんじゃないかなというわけで今回は動画を撮ってみました。俺個人としてはこの闇のベロアキティ、これをね一番優先的に撮ってほしいなって感じありますけど、まあ、それはその人のプレイスタイルにもよるんで、ぜひこの交換所解説を参考にしてどのキャラクターを撮るか最終的に決めてもらえたらなと思ってます。俺このキャラクター何体撮ったぜとか、このキャラは交換しておいた方がいいと思うなとか、そういうのがあればぜひコメント欄に書いて教えてください。その他質問等があればそれも含めてぜひ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。